足の上げ方なりタイミングなりもろもろも決まっていくんだと思うから多分村上とか、あのー、なんだろう幅っていうけどやっぱり体の中まで入れすぎるとバットっていうのは出てこない100%だってバット長いから8 0ンチのバット8 0ンチ以上持ってるのを体の近くで振りなさいとか後ろで振りなさいとかそういう表現しかしてないとそれはいつまでたっても打てない だそういう意味ではボール遠くへ飛ばすっていう練習は俺すごい大事だと思うけどね、いいポイントで打たないとボールって遠くへ飛ばないから、絶対に。体の近くで打っても、でもこうやって胸がファウルだけど、けど、これはちょっとあの、あのインハイ感じなんだけど、うん、やっぱいい,いいポイントでバットを振ってるでしょ、絶対に。 だから結構大事なのはポイントかもしれない左足,左足の、まあ、右バッターだったら左足の前から左足のちょっと中ぐらいまでのエリアで必ずボールを捕まえるっていうほら結局今のうわ今のもなんか横からの映像とか出ないかなこういうのが出たらすごい分かりやすいんだけど だからなんか追い込まれてうまく打ったとかどうとかっていう話は俺あんまどうでもいいんだけどさ今のもほらフォークでしょほら多分これ横からの映像出てもさほら見て見て見て,見てほらもうそのエリアじゃんだからここに飛ぶと話じゃないのかなと思いますけどおちょっとねセ・リーグもすごい興味あるんだけどねなんせタブレットが一つしかないもんでね うん、お中川しかしやっぱオリックスねえいやえ中川何番 ?3 番このあと正カこうなると結構ピンチだな めちゃくちゃ。どう打つだろう。うわ、え。は。<laughs> あ、そう、来た。マジで。あ、そう。<laughs> ちょ、今刺されたわ、俺。あ、そう、三レイ三番に。スクイズさせるか。 まあ、リチャードはどうやって打てますかリッチ見てるかな今あいつベンチ入ってんのかあのねこれちょっとね語弊招くとあれだけどもし若い選手いたらすごく今ね自分のバッティングとか自分の選手としてのいろんなことに 迷ってる人がいたらちょっと参考にしてほしいんだけどリチャードってすごいいい例で全然上だし距離とか全然勝てないし本当に多分それソフトバンクの選手とか首脳陣とか全員分かってるからあんだけ期待してるだろうしバッティング練習やってお前ちょっとこうしてみーって言ってこうやってみーこうやってみって言ったらかなり良くなるというかそれは 多分俺が同じタイプだしそんな細かいこと言わんからあのね多分あいつが気持ちよくバット振ってボールを遠くへ飛ばしてる状態だからかなりんもう本当に1軍でもトップクラスのバッティング練習をするんだけどオープン戦ぐらいでまた会った時にやっぱバッティングが変わっててでじゃあそれなんでだろうっていっつもそういう話するんだけど多分あの。 だからね、人に教わったのっていうのは本質じゃないっていうことだよねだから俺はこうあいつにいろいろ教えてきたけどだからうんやっぱり指導者とかっていうのはすごいそこがやっぱ難しいんだろうなとかもどかしいんだろうなって思う部分多いんだけどこうしたら打てるのにっていう答えは多分全員知って 人間教育というかその野球教育というか,かそこが分かってないと悪くなってきた時にちょっとやっぱ戻せないで自分はどういう生き方をしなきゃいけないのかっていうのがやっぱなかなかまだまだ、ね、分かってないから困った時に戻る場所がないのかなっていうだからやっぱ野球ねその若い時あ若い選手とかちょっと話したいんだけど。 10あったら9割方はやっぱり自分で考えて残りの1割をその周りの人にアドバイスもらったりまあコーチに相談したりとかまあ1割2割ぐらいじゃないかなでも,もやっぱ残りの8割はやっぱ自分で考えないとやっぱりつきっきりにしてもらうコーチっていうのはやっぱり無理だしこんだけの人数いてねれそれこそ一軍のバッティングコーチなんかは そのデータとかいろいろ対策とかいろいろ考えてるわけだからでも自分はいつまでたっても自分のこと考えれるわけだからそれ考えるとねえやっぱり自分のことは自分でやるっていう自分の,その8割型9割型のバッティングっていうのはちゃんと自分で掴んでいくで残りの1割をその俺だったら中村さんとかに聞いてまあ2割ぐらいかなまあ中村さんは結構本当にもう毎回聞いてるんだけどうんでも。 やっぱりそれでもやっぱ鉢あり方は自分で考えて自分で掴んでいかないと、うん、そこがやっぱ足りないんじゃないかなっていうねあのー、ふうに思うんだけどねまあ持ってるもの自体はあいつはかなりやっぱりもういつも言うけど本当にすごいあれも大したもんだと思うなかなかうん すごいなとは思うんだけどだ今年も1軍来てなかなか打てずで2軍ではじゃあ持ち前の力が発揮できましたでまあ周りはそこでメンタルっていうふうに言うんだろうけど、まあ、俺からしたらやっぱ技術なんじゃないかなって思うしねメンタルっていうのはすごく大事だけど、うん、やっぱメンタルっていうのは試合では基本的には相手がいるから相手と戦えばいいから。 分かりやすいんだけどその試合やってる3時間以外は基本自分との戦いだからそこがねえやっぱり結構差をつけるのかなと思うんだけどやっぱ自分でね今日サボろうかなとか今日やろうかなっていう悪魔の自分と天使の自分がいるじゃないですかこう皆さん。 でそこで「いやー今日サボっちゃったな」みたいなとかねそういうのの繰り返しじゃないかなと俺もなかなかね試合で打てなかったら室内行くけど室内行ってもなんかうん、うん、今日ダメだから帰ろうかなと思ったりさ「うん、<laughs> いや今日はもう何か掴むまで絶対打つ」とかさか、ね、そういう。 なんかそういうふうに毎日うういろんな意味で楽しみながらやるけどリチャードもそうなってほしいなと思いつつうんまあだからねそれってずっと言ってくれる人っていうのはあんまりいないだろうからねだからプロ野球選手っていうのは なんか俺がどうとかっていうのは抜きにしてやっぱ活躍,してるあの活躍してる周りの選手とか見ると、ね、あのやっぱり賢い頭が絶対いいっていうのは絶対条件でじゃあ何,何が頭いいかって言ったらその試合で頭いいというよりは普段の取り組み方が多分頭いいんだろうねバッティング練習から何からこうねちゃんとやっぱり与えられてる時間は基本的に一緒だし練習量も一緒なんだからさ そこでなんか周りの人がやってないときにやるとかじゃなくて、同じ練習の中で、ここだけちゃんとやっとこうとかさ、こうかな、こうかなっていう意識の中でやってるかどうかの違いだろうから、だってプロ野球と高校生の練習、中学生の練習、そんな変わんないからね、別に、基本的には、アップして、キャッチボールして、バッティングして、ノックして、ランニングして終わりみたいな。 そっからまあキャンプだったら個別してとかねまあもろもろあるけど俺えぐくない一人でこんだけ喋ってんのねえうん、ノどうするトング <laughs> さっき脳水から打ち上げてトングどうすんだ どっちの投げ方振り方見てもねなかなかやっぱ力入るけどここでふだん見てる人やっぱ力はねこう入るからそれありきでどうするかだからねどうなんだろうこれファーボールなのかな1球はとりあえずここはここは見た方がいいんじゃないかトング うん、だないやー山本から二点かちょっとなかなか厳しいねうわすげえまだ7000人見てくれてるじゃんいや、yeah. んか意外と真面目な話したけど真面目な話の方がいいんかな 聞きたいことあんのかとうん、うん、おか誰の話聞きたいかな